ロービス危険度はいありがとうございますさて皆さんいよいよラストのセッションということで素敵な先輩方がわざわざ今日この日のために軽井沢までお越しいただきましたありがとうございます政界経済界アカデミアそれぞれを代表して皆さん来ていただいたというところでお話を伺っていきたいと思いますが増田さんは昨日の夜から もうすでに入られてというところで、はい、ありがとうございます。すでに飲み過ぎです。はい。いろいろもうアンダーフォーティーのみんなと交流していただいたというところですよね。はい、よろしくお願いします。懐かしかったです。懐かしかったです。はいはい。何年前までアンダーフォーティーの五年前じゃないですか。五年前ですか。四十五なんで五年前まで。で、ぜひ皆さんに今日伺っていきたいのがこれまでこうどんな壁だったり困難を乗り越えて来られたかっていうお話とですね。あと今の日本だったり世界どう見てらっしゃるか。 これからどうなりそうかリーダーシップってどう変わっていくのかななんてお話を伺っていいいきたいと思いますでまずではここまで先輩方を作り上げるにこう至った人生のターニングポイントであったり乗り越えてこられた壁のお話など伺っていきたいと思いますどう今のご自身につながっていらっしゃるかというところなんですけれどもじゃあ松尾先生からこれをお願いしていいですかね。はい、はい、もう AI 研究で第一線を 走り続けてこらえていらっしゃいますけれども今年5月に初会合ありました政府の AI 戦略会議で座長にご就任されているというところで、はい、大活躍でいらっしゃいます本当に今日忙しい中でありがとうございますというところなんですけどあの本当にジェネラティブ AI の登場で先ほどのセッションにもありましたけれども今めちゃくちゃホットな分野になってますですけれども松尾先生が AI の研究を始められた頃っていうのはこれ AI にとっては どんな時代だったのかっていうところも含めてですね96年とか97年ぐらいであのまあ,あの当時 AI の冬の時代ですよねはい、はい、だからまあ基本的には誰も AI って言ってなかったっていう,うんその時代にじゃあなんで AI の研究したいって思われたのかっていうところですよね学部時代から興味がおありだときにま室を に入っもともと、はいまあ、僕はの哲学が結構好きでっていうのと、はい、まあ小学校ぐらいからプログラミングやってて、えー、プログラミングってすごい無限の可能性があってこの中にいろんな世界とか作れるしあ,のあと自分のこうやって考えてることとか見てるものっていうのが まあ本当に存在すするるのかとかかと考えるわけじゃないですかかそうするといやこうやって認識してるっていうことを何か作れるはずだよなとかですねまあまあそんなことをずっと思ってたので人工知能っていう分野があった時はもうこれずっと面白いなと思ってうでまあ図書館に行ったんですねで学部3年ぐらいの時ですけどで人工知能っていう分野があるって知って図書館行って。 本を調べてたらなんかいろいろ書いてあるんだけど結局人工知能ってまだできてないみたいだと思ってですねでこれはめっちゃラッキーだなと思ってなんかこれめちゃくちゃ面白いことがまだできてないっていうのはすごいラッキーだからや,やろうかなと思って選んだってそんな感じ図書館で出会っっっててていいううじゃあ周りの人の人影響っていうよりは ご自身の中でこう探索してるす、ね、なんか感覚的にその情報系。に行った方がいい、いいなというのはあって、これ絶対未来変えるなと思ってましたし。まあ、そういう中で人工知能ってキーワードは、あの、あんま知らなかったんで。まあ、人工知能っていうキーワードを聞いた、なんかすごい、それ、それ、それだ、それだなという感じがあったんだけど。まあ、それで、まあ、図書館行って調べたう。うん、なるほど。そこから、こう、今に至るまでですね。 AI も紆余曲折あったと思うんですけれども松尾先生の中ではこう一番こうターニングポイントだったりここを越えるの大変だったなみたいな壁とか振り返ってみてどうですかね。なんていうか僕はもともとこんな面白いものはないと思って始めたので何ていうか別に周りが。あの ふ冬,冬の時代だろうがあのは夏だろうがあんま関係ないないんですよね。<laughs> 今夏ですか。ええ。むしろ冬の方があのまあじっくり研究できるというか。<laughs> <laughs> あの掘っておいてもらえていいって感じですか。の方がいいんですけど、<laughs> まあそう今夏になっちゃったんでしょうがないです。もうホットすぎてちょっとど <laughs> うするしかしょうがないですけどね。そうですよね。ね、えーえー でもそうですね。あのそういう意味ではまあずっとやってきたことがあのまああの分かってもらえてまあ嬉しいっていうのはあります、ね、うん。松尾先生その大学とその産業界の産学連携っていうところもすごく進めてこられてますけれども、そのあたりっていうのはあそうですね。うん、あのまあ2005年から2007年までスタンフォードに行ってまして、まあその時にまあまさに Google とか Facebook が急激に大きくなる時で。 あれを見たのでやっぱりそのアカデミアの技術っていうのと資本主義の資本っていうのがこの交わった世界交わることによって世の中が大きく動いていくんだとで、まあ、そういうのを痛,痛感しましてアカデミアの研究がアカデミアの中だけでやってても全く影響を与えられないっていうですね そういうい肌感覚が、まあ、その当時すごくあの感じましたでそれ以来ですね、まあ、そういうまあエコシステムというかあそういった体制を作ろうと思ってずっとやってきてましてであのターニングポイントになったのは2011年12年ぐらいにですね、はい、あの松尾犬は国の研究費を取るのをやめるっていう決断をしたんですねこれあ,あんま知られてないんですけど僕の中にとってはめちゃくちゃ大きな話でであの 国の研究費をもらってる限り未来はないと思いまして辞、えーまあ、めたとで、えー、当時4000万ぐらい国からもらってたのが200万円になったんですねトヨタの子会社からもらってる共同研究費200万円だけになってこの200万円なんだけど毎週毎週進捗確認されるしめっちゃしんどかったんですよ国のお金4000万円もらって適当な報告書をです、ね、出しておく方が。 よっぽど楽だったんだけどそれでは未来ないと思ったんでそれを頑張ってやってですねで、まあ、その200万円で毎週毎週詰められてしんどい思いしてるうちにな,なんでこんなにですねあの、まあ、一流の研究をしてるはずの研究室が、えー、毎週毎週詰められて大変な思いをして200万円しかもらえないのかと。 で当時、僕はあんまりよく分かってなかったけど、ま、マッキンゼーというどうやら会社があって3か月で1億ぐらいもらうらしいとこの3か月1億と <laughs> 3ヶ月1億もらう人とです、ね、この僕ら頑張って1年で200万しかもらえない人とこれ何が違うんだとだて向こうはだってパーポしか作ってないんでしょと。<laughs> <laughs> 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 そんなことない、そんなことない頑張ってますよね、まあまあね頑張ってます。<laughs> <laughs> と思ってるうちに、ですねやっぱりまあ色々、ね、<laughs> はいろ、はいろと分かってきて、まあ、僕らは結局、ですね相手のですね会社会社の問題を解いてないんですよ、まあ、研究者っていうのは基本的にはですね <laughs> 相手の問題解いてないんです、自分の研究がいかにすごいか言ってるだけなんですよ。 例えて言うとです、ね、なんか美容院に行きましたと美容院に行って美容師さんですねその美容師さんの得意な髪型に絶対されちゃう美容院 <laughs> <laughs> そういうい美容院に行き,、ま、行きたいですかとそうじゃなくてやっぱり自分に似合う髪型にしてほしいわけじゃないですか。かそれと一緒で あの大学の研究室もです、ね、自分の技術がすごいって言ってるだけでやっぱり相手の問題解いてないということが分かってきて、うんまあ、そうするとです、ねまあ、相手がどういう課題を持ってるかっていうのをちゃんと聞くということが大事だというのが分かってきてそうするとです、ね、半分以上の問題は技術の問題じゃないんですね、まあ、組織の問題だったりもっと違う方法で解けたりするともうそういうのはです、ね、僕ら関係ないですと、えーまあ、やってくださいとで、えー、そういうふうにしてだんだん技術の問題だけで本当に解ける。 でそれが相手の価値になるっていうそういうのが見つかった時にだけやるようにしたんですねでそうするとやっぱりですねあの向こうにとってもバリューがを感じてもらえるのでちゃんとチャージできるわけですだから僕の感覚ではあの問題がちゃんと設定できたらもう半分以上の仕事は終わってるというですねあとは解くだけとでそういうふうなですねん、まあ、だんだんやり方が分かってきてちゃんとお金ももらえるようになって、まあ、それでですね あのまあ一旦そういうモードに入るとスタートアップと一緒で、まあ、どん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 ん組織を大きくしていけばいいので、まあ、今、もうそうなんですけども非常に、えー、研究室にしてはまあ大きな予算規模で人数もどんどん増えてです、ね、やっているというそんな感じです。 問題を設定するそこを間違えずにっていうとそれに気づかれた瞬間とかっていうのは何かあったんですかきっかけっいやそれはやっぱりですね当時もいろんな方と、えーまあ、IGPI の富山さんとかですね、まあ、あ,のあとパートナーの川上さんとかっていう方に、まあ、いろいろと、えー、なんか助けてもらってうん、うん、だんだん、まあ、分かってきたっていう感じですよね。外部の視点からら、ね、ってもらうっていううういいそ仲間を 徐々に作っっててこられたってことです,、うん、ですね、はい、とにかくそれってやっぱり一回こう出してみてこう当ててみるみたいなことってすごいそのコミュニケーションが大事っていうことですか、ね、いやまあだからそういうふうになんていうかなあのその、えー、なんていうかそういうふうに自分がちゃんと相手の問題を解いてないっていう気づきですよねでそれを得られたのが大きくてだから今ですね産学連携が進まないとか言うじゃないですか。 で僕そんなの当たり前だと思ってて、はい、あの要するに、ね、みんんななそこを乗り,かえ乗り越えてないんですよ自分が要するに自分の得意技を言ってるだけで相手の問題を何も解決してないっていうことを大学の先生ととかほとんど多分気づいいてないんですねそれで何かあの何もこの産学連携が起こらないのは産業界が悪いとか言ってるけどんそ,そんなわけないでしょと。だからやっぱりそういうふうなあのとこを乗り越えるっていうのはうまあ 僕ににとっては非常に重要ななるほどそう聞くっていうリッスンですねそこがすごくキーワードなんだなっていうふうに思いましたありがとうございますさあでは続いてカレンさんお伺いしていってもよろしいですかはい、はい、どんな壁をこれまで乗り越えてこられたかというところなんですけれども牧島さんデジタル大臣行政改革担当大臣そして内閣府特命担当大臣規制改革というところ歴任されてというところで本当にこう なんでしょうその時最年少で記念されてってことですよね,ででよね中で、はい、っていうところでこういろんな上の方もいる中でというところもあると思うんですけれどもこうどうやってここまでこらえたかっていうところ一番。 え大変だだったた壁とかありましたら教えてください私もこの間までこっち側にいたのであ段に上げられちゃったっていう感じがしてるんです <laughs> あの小林文明さんと同期当選同期ですので議員キャリアとしては11年で一生だし、はいうん、あの他にも大体同じぐらいあの政治の現場の経験ある人たちがいると思うんですけど、うん、あえてあの私だけのお経験を言うとするならば。はい 最初の選挙落選したってことだと思うんです、ね。で、その時三十一歳で初めて自民党の公認候補として選挙に出るということが決まって、で、二千九年のまあ政権交代選挙って言われるもので負けちゃったと。で、そこから次の選挙まで三年三ヶ月。 浪人、ねはい、3536の次の選挙まで準備をするとなのであのもしこのフロアで30代どうやって過ごそうかなと思っている方たちがいるとするならば「あの31から36まで無職でもなんとかなります」<laughs> と言いたい。はい <laughs> その30代前半の時期ってこう周りがどんどん仕事して楽しそうだなっていう時期だと思うんですけど、はい、結構こう気持ちメンタルとか大丈夫だったんいろんな表現あると思いますが成功するまでやり続ければ失敗はない。というのはまあ政治の現場でも粘り強く一日一日 それが3年後になるのか何年後になるのか当時って自民党が政権戻るまで10年かかるかなぐらいのこれから本当にそれこそ冬の時代がやってくると思っていたけれども何が起きるかやっぱり世の中の動きってわからないからまあできることを積み上げていくその先に扉は開かれるだろうとっていうか自分で開こうみたいな感じなのかなと。 なるほど3年,間3年3ヶ月3年3ヶ月、ね、無職はい大丈夫ですということですね、はいはい、そもそもなんですけどそう政治家になろうと思われたきっかけとかっていうのは何だったんですかあの牧島さんと実は同じ学校出身なんですけども、はい、牧島さん 出られてってっいうところでこうどういった背景だったのかなっていうのがちょっと同窓としても先輩に気になるなと思ってり、はい、割りとのんびりした女子校育ちっていうことなんですけどす、ねはい、ただまあ私女子校で良かったかなと思っていてその女子校の中でまあ男性の役割女性の役割みたいなのがないので例えば私たち世代。うんうん まあ昭和51年生まれで,ですけどとかだと生徒会長さん男の子生徒会副会長さん女の子みたいな昭和の時代がまだあった頃にそういう概念は女子校はないっていうのはあのすごくありがたかったなと振り返ると思うところはありますでもちろん今ソーシャルベンチャーの方もいらっしゃるし社会課題解決するアプローチって政治だけじゃないんだけどその時私は 困りごとを解決するなら政治だと思っていたし、政策のことを今でもすごく信じているので自分の信じているアプローチで世の中が良くなるといいなっていうことでまあ政治政策行政公共に携わる人生になるだろうというのは漠然と思ってたんですね。はい、でまあ民主主義を勉強してみようかなと思って、まあ、アメリカに行くんですが2000年に。 でこれ2000年に行く必要が私にとっってはあったんです大統領選挙の研究をしたかったからあ<ー>なので大統領選挙の年にやっぱり行きたかったので大学卒業が2000年の春なんですがそのままもワシントン西に行ってしまうであニューヨーク楽しそうだなとか西海岸も魅力的だなと思ったんだけどエンターテインメントはあんまりないワシントン西をあえて選んでいく。なので 場所とタイミングっていうのはやっぱり自分の中で戦略的に考えて選ぶ必要はあったと思うしそれによってそのポリティカルマネジメントの大学院の同窓がすごく世界からやってきたやっぱり同じようなマインドを持っている人たちでその卒業式の日に政治家になる人もいれば政治家をサポートする側に回る人もいるかもしれないけれども常に自分たちに政治の 現場に立つチャンスがやってきた時には準備ができている状況で自分たちの国または地域に戻ろうと言って約束して自分たちの母国に戻っていったんですねでその中には今スロバキアの首都の知事をやっている同級生とかいたりするんだけどまあそういう仲間たちとの絆っていうのはあったかなと思います。母国でじゃあ学んだことを持ち帰ってそれぞれの場所で 民主主義をこう進化させていこうみたいなそういう絆があってっていうことなんですね。すねじゃあそこで初めて政治家になって出馬しようとかっていうことを考えてこられたってことですかね私は2000年に大学に入って2001年までワシントン DC にいたんですが、うん、2001年の9月11日のアメリカ同時多発テロの時に。 自分のアパートそれがペンタゴンの隣の隣の駅だったんだけど<ー>そのアパートで9.11を迎えることになっってしまったんですでこれは目撃した日本人として会ってほしくはないけどでも自分の母国である日本は本当に危機に強い国なんだろうかっていうのはとても身につまされる思いがあってで、えー、しっかりと国を守るために自分は。 この日を境に頑張らないといいいとけないなと思ったって思たうのもありますなるほど。そこの原体験があったからこそこう突き動かされるような形でやってこられたっていうことですかね。先ほどの3年3ヶ月の話あったと思うんですけどもその間の3年3ヶ月って実際こう無職っておっしゃられてましたけれどもでも何をしてこの次に備えてっていうのは実際毎日何をしてたんですかね。 毎日いろんなお話を聞きながら地域を回るっていうことだったんですね。うん、で、はい、今日は失敗談を話すっていうセッションだと思うので <laughs>、はい、私が最初の落選した選挙の時に例えば皆さんと一緒にお話をする時に何の話をしてたかっていうとアメリカではヒラリー・クリントンという政治家がいてみたいな話をしてたんですよ、はい、で全然ピンときませんと。<laughs> あのなんだったらちょっとあなたすごくバタ臭いんですけどとあ<ー>あのフレンチフライの香りがしますと、はあ、でいや地元はこういう感じじゃないんですと、うん、ああそっかって反省してで味噌作り教室に通い始めたんですよ <laughs> <laughs> あのリアルに地元,の地元の農協女性部入ってはい、はい、でお母さんたちに「えー、私お味噌作ったことない」と。 学んだったら私結構昭和タイプだと自分で思ってるんだけどあの皆さんにとってはどうやらバタ臭いらしいと <laughs> なので教えてくださいって言って<ー>であの鳥獣被害対策をやりながら畑を耕しながらそのリアルにですね選挙の畑っていうことだけじゃなくてえ実際にえ稲を植え <laughs> 稲を刈り味噌を作りっていうのの毎日。 すごく楽しかったそこであのみんなでいろんな話ができるしあの女性たちも「6、まあ、次産業科でジャム作って売ってるのよ」とかあの「梅干し食べてみない?」とか「ちょっとこれしょっぱすぎませんかね」とか「今減塩の時代ですし」なんて言いながらあの活動をさせてもらったのが今本当にありがたかったと思ってます。 あのカレンさんのホームページで何でしたっけ超獣から IT まででしたっけあのあイノシシから宇宙までイノシシから宇宙まで <laughs> そうそうすいませんまあニアリイコール <laughs> すいませんアバウトな記憶ですすい <laughs> イノシシから宇宙までですねすいませんはいっていうのが。 すごいギャップがあるなっていうのだけすごく記憶に、はい、刻まれてますだから本当にその地元の方の肌感覚から宇宙のテクノロジーまでも幅広く牧島カレンさんやりますよっていうそういうメッセージっていうことですよねイノシシって言うと長野もいっぱいいるけど困りものなんだけどジビエって言ったらお金になりますとうん、うん、急におしゃれになりますと。うんうん でで無人駅とかあるんです私神奈川県だけど一番神奈川県の地方部だから「で無人駅どうしようもう本当にもう高齢社会の原風景みたいな感じで人には言えない」って言うんだけどその風景をカタカナ3文字同じように「レトロ」って言ったら。 みんなが注目してくれるようになりますと。うそういうふうに、あの側面を変えながら説明するっていうのは。外からの視点として、私ができることかなと思って。皆さんと会話を続けてきました。本当に政治家の方って、そういう言葉を伝えるっていうお仕事でもあるっていうことですよね。なんかすごく。メディアで働いている人間としても、すごく勉強になります。ありがとうございます。さあ、そして、増田さん、お話伺っていきたいと思います。 増田さんはい、3拠点生活ですか、シンガポール、そうですねサンフランシスコそして日本、カレザということですよね。というところで学生時代に起業されてここまでどんなこう壁を乗り越えてこられたのかというところですね、はい、ぜひ伺えればと思います。そうでで今年でまん、あ、今の壁っていうと かなりその周りから見ると違うとよく言われるんですがあの私、行き当たりばったりに結構生きていてあのどん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 ん変わってるんですよね。でいろんな人の影響を受けていろいろ変わっていてそれこそあのここでバスで隣に座ってた松島圭介の影響で料理を始めてみたりとか、はい、堀さんの影響でさんの一言でシンガポールに引っ越してみたりとか。<laughs> 堀さんの一言なんですねなかなか会がうまくないんですけどって話をしたらきゃ、はいはい、いいじんんって言われてなんか無責任なこと言うんですよね、はい、<laughs> <laughs> でもそれがすごい変化を与えてくれたわけではあ、はあ、なんか本当そういうことで行き当たりばったりだけどそれをどんどんこう変わっていくことによってやってきてるなと思いますが、うん、まあこの10年ぐらいで一番大きかったターニングポイントだとあの2017年に我々が当時シェアナンバーワンで一番お金を稼いでいた。 ウェブ会議をやめたことなんですよねいまだに多分ウェブ会議の会社だと思っている方も一部いると思うんですがあの当時はまあマーケットちっちゃいからっていうのもあるんだけどシェアナンバーワンで、えー、かなりこういい感じでやってましたと、はい、シスコとかああいうところよりも全然規模大きかったし強かったんですけど結局グローバルのマーケットをずっと見てるとあのコモディティ化が進んだソフトウェアって最後金の勝負なんですよね。 <music> で残念ながら日本ベースでやってる日本でしかも上場してる会社のこれの使える額って、まあ、せいぜい数十億、まあ、僕らみたいな規模はそんなもんしかなくてで同じような規模でやってる競合が平気で数百億向こうは使えちゃうわけですよでニッチな時って金で勝負にならないんで戦えるんですけどグローバルでこうコモディティ化が進むと勝てなくなるんですよ絶対にそれをあの認めたくないんだけど認めて やめたっていうのは結構大きなタイミングポイントで、うん、あれ、多分辞やめてなかったら今、相当きついですよね。であの、やめて始めたのがテレキューブであの、はい、今、かなり使っていただいてますが当時はまたバカかって言われて、はあ、あんな、だって電話ボックスいきなり作ってねはい、はい、街中に置き始めて使うわけないじゃんって皆さん、まあ、駅とかでもね見られてると思うんですけど、うん、こうう個室型のブースであれも2017年からだとテレワーク、皆さんしてないので。 なんでこんなもん必要なのか全くわからんみたいな話もありまあかなりその社内からはあの一番儲かってる事業をなんでやめるの、はい、で自分たちが作ったものをなんで止めるのまあ結局止めてはないんですけどねあの止めるのみたいなところは相当揉めましたけどそういうそのなんだろう,こう大きな視点から自己否定をどうできるかってすごい大事だなと思っていてだもっと前に遡るとあると受託から いわゆる自社のサービスに切り替わったのが2006年ぐらいなんですけどこの時も社員3分の1辞めましたからやめた既存の要素一番儲かったやつやめて切り替えたのででもあれ切り替えてなかったら多分リーマンショック乗り越えられなかったと思うのでなんかそういう,その関東こういろんな,なるべくいろんなものを見ながら感じているものをベースにどれだけ本当に自己否定をしながらでも変わっていけるかっていうのは。 生き残るためにはすごい大事かなんなんか一個突き抜けるものを持ててしまえばそれだけでいけるかもしれないけど長く永続的にやっていこうと思うとそういう変化がやっぱ必要かなと思ってますねなるほどその。諦めないでやり続けるっていうこともすごく大事な一方でここはもう諦めて撤退するってこれ両方諦めたら負けないやつもいっぱいあるしさっきねおっしゃってたように諦めないで成功するでしょっていうのはその通りで。 だけど諦めも肝心じゃんみたいなことが結構ある気はしますよね、うん、そこの違いっていうのはどう見極めるんですかね、これはやり続けるべきなのかそれとも撤退かってすごく難しいこれって難しくて,しくて多分、本当にそのトップの方がひたすら情報を増やす、いろんな人にどんどん会って世界中ぐるぐる回っていろいろインプット増えれば増えるほどあの判断する材料が増えるじゃないですか。はい それをもとに判断多分するしかなくて、うんでまあ、大体間違えるんですけどでも結局その人しか決められないからもうそれでで決めるしかないですよねだからこそ,その3拠点でぐるぐるこう世界を回ってっていうのは決断の材料を増やすという意味でも増田さんの生き方として選択されてるっていうことなんですか、まあ、という言い訳に一応なってるんですけど一箇所にいると飽きちゃうんだあちこち行ってるというのは本当かもしれないけどただ、いろんな視点の情報が入ってくるのはやっぱ大きくて。 でその地に行くのと住むのでは全然現地の人の扱いが変わるんですよね、で出てくる情報量も変わってくるし現地のメディアと日本のメディアで言っていることも全然違うので,でこの情報量を増やすというのは今、日本の中で事業をやっているメンバーも u ーーテ4 0のメンバーで多いと思うんですけれども。 どうですかなんかこう、やっぱり世界でいろいろ出てみると、全然ここが変わったなっていうところ、実感として持たれてる部分とかっていうのは、ありますかいや、本当にあのこれ、難しくてあの、本当に海外に出るべきか、できるべきじゃないかみたいな議論って結構あって、日本企業もその成功するにはグローバルにならなきゃみたいな話もあるんですけど、はい、一概にもそうは言えないなとずっと思っていて。 結局あの、多分数十億から数百億みたいなビジネスを作るには日本ベースでやって日本ででででやってるにできるきんですよねでそれをもう1個上のレイヤーに上げていこうと思うとグローバルにせざるを、まあ、日本のマーケットは小さいからせざるを得ないんだけどそれを日本から日本のチームでできるかっていうと正直タレントもないし金もないので結局、日本から難しいがそうするとじゃあ最初から海外で始めるかみたいな議論になっていっちゃうと思うんですよね。 だこのとことどう見るのかってすごい難しいなと思いながらあの今、僕らは日本から海外にっていう形やってますけど全然うまくいないですね。これもう本当にあのうまくいないの僕らの問題もあるんだけどその材料は揃わないってい問題もあってで結局、今向こうで買収をして向こうベースであの立ち上げていったりとかそっちの方うがうまくいくケースがやっぱ多くなっちゃってますうんなるほどありがとうございます。 そしてもう少しお話を伺っていきたいのが先ほどカレンさんからそ失敗談のお話なんで今日っていう風に言っていただきましたけれどもどうですか松尾先生なんかこれまでの失敗談とかいやこれちょっとやっちゃったなみたいなこととか皆さん、もう少しあれば少しお伺いしてから次の話題にいきたいと思いますけど何かありますか松尾先生。どうううでしょうえっとあの失敗談っていう 失敗というかね、はい、けあのなんかですねまあ、AI があのそのそ盛り上がってきて、まあ、2015年ぐらいからですかね、えー、盛り上がってきてディープラーニングだともう明らかにディープラーニング重要なんでディープラーニング重要だっていうのをずっと言ってたんですよねでそうするとまあいろんなところから「あの講演してくれ」とか「メディア出て」とかなってきましたしあの えー、そ,その通りにやっぱり世の中動いていくわけなんですけど、まあ、やっぱりなんか大学の中ですごいですね大変な目にたくさん会いましてだからまあやっぱりねあのよ,よく、まあ、言われるまあそのなんていうか目,目立つとすごい叩かれるとかあと多分ここにいる方もそうだと思うんですけど何か変えようとするとすごいいろんなあの既存の人たちから。 結構大変でであの,、えー、であのまあ何て言うのかな僕としてはまあ当たり前のことを言ってただけなんだけどそれでいろんな人に話聞いたらやっぱり今成功してる方もよくよく話を聞くと結構しんどい時が皆さんあってそういう時は大体周りと違うことをやろうとしてそれですごい叩かれるみたいなことを あのみんな経験してるんだなとで成功しした後を見るとですねなんかそんなことをみじんも感じないんだけどまあ皆さんそうなんだなと思ってなんかああの大変だけど頑張んなきゃと思ってて頑張ってたというのはありますでその時にまあ G1 とか来させていただいてまあそういう人すごい多いんでなんかすごく励まされたというのはありますねなるほどなるほど仲間の存在がねやっぱり励まされるっていうところですよねどうでしょうカレンさんは何か 失敗談じゃなくてもいいんですけれどもこういったところはあの何でしょう皆さん、そのめげないコツっていうのは何なのかなってもしあればぜひ伺いたいなって今の松尾先生のお話でも思ったんですけれどもメンタルを持ってき方だったりとかっていうところですね何か心がけてらっしゃることありますかまあ自分は何のためにこれをやってるのかっていう軸を失わずにいるってことだと思うんですね。で まあ今国会いろいろ法案あったんだけれども私にとってあえて触れておきたいとするならばやっぱり LGBT の理解増進法なんですで私は議員になる前からなんとかしたいなっていう自分自身の思いがあって名前を出して法案も提出者になってますけれどもまあ ある一種最前線で発信をしてきたんだけど、まあ、ツイッター結構荒れました、うん、で、えー、いろんな意見の方がいるっていうのは分かるけどもうんコンプラ的にどうかなっていう発信とか書き込みとかつぶやきがこの件について多かった気はしています。 でまあ、それがツイッターとは今後どうなるのかってことにももしかしたらつながるかもしれないけどでその時にあの私が傷ついている場合じゃないと思っていて実はもっと傷つくのは当事者の方たちだからただでさえすごく困難を抱えているのにこの SNS のコミュニティの中でもっと辛い思いをしている人のために私は今動いているから自分が辛いとかって思っちゃいけないって思ってきたし。 あのそううななのかなって思うんですよねだからあのいろいろなコメントを受けることっていうのは政治だけではなくビジネスやってても SNS 発信してでもあると思うんだけどもあの本当のところ自分は他の誰かの何のためだっけっていうことさえ失わなければ怖くないと思いますね。な、うん、なるほどなるほほどど 目的を絶対に忘れないいっていうところですね誰,誰のためなのかってやっぱり自分のためだけだと頑張れるのってなんか限界あるよなって思いますよね、そこは誰かのためにっていうところですね、増田さん、どうでしょうこのメンタルめげないコツ、もしあったら教えてください何でしょうね、めげる人は多分スタートアップとか向かないんじゃないそもそもって気がしますけど。<laughs> そうだなんかね トラブルばっかりじゃないですか。事件ばっかり起きるし、まあお金にもトラブルし、人にもトラブルし、なんかだんだんどんどん鈍感になってきて、うん楽しいこと考えたらいいんじゃないかなって感じになってきてますけどね。<laughs> うん、鈍感力。鈍感力を磨くしかないのかなって気はしてますけど、うん、<も>最初からそんなに鈍感だったんですか。はい。<laughs> <laughs> 僕繊細なんです結構みたいな。いやでも多分鈍感だっただと思います。あの。<laughs> で,でも多分だんだんいろんなものをあの経験して何とかするしかないじゃないですかで何とかしなかったら倒れちゃうので何とかした経験を積んでいくうちに何かやれば何とかなるんだよねっていうのはどんどん分かってきてそうすると別に何か起きたら何とかすればいいじゃんみたいな感じになってくるのは結構ありますよねで一番きつかったのは2011年の時に,本当,にあの当時、借金がいっぱいあってまだあのグロービーさんも入ってもらう前だったりするんですけど あのビジネスモデルを月額課金に切り替えたタイミングで2年ぐらい連続赤字が続いたんですよね2008年は黒字だったんですけど2009年10年とか赤字が続いてでストックモデルだから別に赤字になるのは当たり前じゃないですかで数年経てば積み上がっていくからよくなるんだけどまあ銀行が大騒ぎ始めるわけですよそうするともう貸し剥がしも含めていろんなものが起きて本当に1月10日に1億くらい給料の払いがあるのになんか動かせるお金が2000万しかない。 でも銀行にはあの1億以上お金があるのになぜか下ろそうとするとあの下ろさせてくれないみたいな、うん、送金しようと窓口にいると支店長に止められるみたいなあれ銀行法案なんですけどね誰なんかも結局いろんな人といろんな協議をしながら本当にいろんな人に助けてもらってで最後、結局訴えたんですよ、銀行だから法廷闘争まで持ち込んで,でもう絶対勝てるんですね。 でそう,あうまくいけば多分頭取りの首まで飛ぶんじゃないかぐらいあのいけるんだけど結果あの、手打ちをして売ったのに、ね、取り下げたんですよねなんでかというとあの彼らには永遠の時間と永遠のお金があって僕らにはあの有限の時間と有限のお金しかなくてで正義はこっちに全部あるんだけど、ね、控訴されたらそれで僕ら続かないじゃないですか。 これででも結局、そこは諦めて手打ちをしたんだけれども,でも結局、いろんな人にいろんな相談している中でそこでまた新しいつながりもできたし本当にこう助けてもらった人もいてそこの経験ってやると次何起きても大体怖くなくなっていみたいなそんなの繰り返しているうちにままあ鈍感になりますよねどん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 ん強くなっていくということですね。 ですね、やるしかないと思いますけどねで,でも本当だからあの助けてくれる仲間はこんだけ、ね、ここにもいっぱいいるわけだしどんどんエコシステム広がっていて世界から見てても日本のエコシステムってものすごい急速に良くなってるんですよねスタートアップ会話なんかはものすごい本当10年で考えたら覚醒の感があるので頼れる人は本当増えたと思います、はい、なるほどあありがとうございいいいますささでは続いて皆さんにお伺いしたいのが ここれかからのリーダーダシップがどうう変わっていくかってていいくところですねさっきも AI のセッションでそういったお話もあったと思うんですけれどもじゃあ松尾先生まず、はいまあ、そ AI っていうところも含めてですねこう時代が激動の中で変わっていく中でリーダーシップ人間に残っていくところ何が重要になっていくと思いますかねこれからの時代えっとそうですね。あの、えー よくその人間に何が残るかって聞かれるんですけどよく分かんないというか何、ね、<laughs> て言うかです、ね、その残,る残る方を気にしてしなくてもいいんじゃないのっていうか,なんか AI 使おうよっていう感じがしますね。であの特に年配であの,こうああの,の方だったら、まあ、そういうのを言ってもいいんだけどみんな若いんで。 まあどんどん使っていけばいいと思いますしまあ僕は人っていうのは何ていうのかなえこういつの時代も新しいテクノロジーが出てきてでそれであのえ代替されるかと思いきやまたその先に新しいあの価値とか仕事とかいろんなものを作り出しているのでなんかあんまり今見えてる世界であの人間に残るものっていうのを気にしてもしょうがないんじゃないかなって、ま。あ そういう意味では人間はもっともっと僕ポテンシャルあると思いますしというふうに思いますねだからまあどんどん使っていけばいいですしはい、はい、まあおそらく相当世の中変わると思うんですよねでまだまだ僕は大体ですねなんていうかまあ、AI とかもそうなんですけどその周りが理解している度合いと自分が持っている度合いで、えー、その周りが理解してないなと言ったら結構一生懸命発信するし でももう周りがなんかちょっと過剰な期待すぎるになったするにアンダーバリューとオーバーバリューあるんですけどオーバーバリューの時はもうなんか黙ってるんですね。日本のスタートアップとかもなんかすごい良くなってきたんで、えー、まあなんかな皆さん頑張ってくださいっていう感じでですね最近なんか松尾先生口数少なくなられたなってすごい気になってたんですけど。いいいややだかからその別になんていうか、はい あのうまくいってる時はもうなんかねほっとけばうまくいくじゃないですかあ,のあんまり出るまくないのででえっとそういう意味で言うと生成 AI で僕いま未だにアンダーバリューだと思ってるんですよ。この状態で全然アンダーバリューだと思ってるし本当の変化っていうのをちゃんと言ってる人はほとんどいないこの前あの東大に孫さんが来てくれてなんか面白いこと言ってましたけど。あの <laughs> あれは結構近,近いというか、まあ、さ,さすがいい,いい表現していると思うんですね。だけどあのそういう意味でいうと、まあ、ほとんどの人がまだまだ全然アンダーバリューだというふうにちなみにその、まあ、人間に何が残るかという質問の仕方をしてしまったんですが AI の登場によって人間性のどの部分がよりフィーチャーされて高まっていくか。 そういった質問の仕方をさせていただくとしたらどうですかね, <laughs> えっとですねちょっとそれもよく分かんないんですけど <laughs> えっとですね,、えっと、ですねこれねスピードがどんどん速くなってるんですよ。でもう明らかになんていうかまあすごいこれからの変化を、まあ、すごく端的に言うとめちゃくちゃスピードが上がりますで同じことがより少人数でできるようになりますっていうそういう感じですね。だからより早く よりあのなんか小さい組織で大きなことがどんどんできるようになっていくっていう方向に行くと思うので、まあ、そういう中であのリーダーシップっていうのはより,よりやっぱり速い動きができることと、えーまあ、本当に仕組み化していくこと同じことをやるにしても。 どんどん仕組み化してスケールできるようにしていくっていうのが多分すごい大事なんだと思いますうんなるほど知的な運動神経っていうんですかね俊敏さ私松尾先生が大臣の時にあのご紹介くださった高オ AI すごく好きなんですねで寄り添い力を持ってる AI っていうのがこの世の中にはいくつかあってその一つが高オ AI だと思うんですけど 私が説明する先生が説明しとるんですよね。<laughs> あ、いやどうぞどうぞ。あの高 <laughs> <い> <laughs> あの、高専の学生さんがあの学内ベンチャーで立ち上げた AI で展示に翻訳をするエンジンなんですよ。例えばあのまあマンションとかの1階にえ今月の粗大ごみのお日はこの日ですとかいうご案内が貼ってあると。 だけれども展示で生活を普段されている方はその張り紙を読むことができないそれを写し取って音声にもできるし展示に翻訳することもできるっていうエンジンでもちろん今先生おっしゃったみたいに業務の効率化とかスピードを上げるとか人がやるべきところに集中できるようなテクノロジーとかいうのは本当に当たり前にそうなんだけどそれ以外にもこう優しさのあるというかバリアを。 チャレンジをオーバーカムできる AI っていうのもすごく若い世代から出てきてるっていうのは嬉しいな頼もしいなあったかいなって思ってるんですそうですよねあの多分そういうアクセシビリティとかいろんな能力の方が自分の力を発揮できるようになるっていう多分そういう使い方もどんどん増えてくると思うんですよね。でそれもそういうのもですねぜひ日本から出てきてほしいんですけど。 そういういので,でもやろうとするとやっぱりグローバルにやったほうがいい,いいんですよねそこら辺が結構む難しいことであの、まあ、逆に言うと日本からグローバルに挑戦するのもありかもしれませんよねそう,ねそう結局生成 AI もそうだけど人間の機能の拡張だから求められるところがどんどんこう遠くなっていくんですよねそれぞれのあと時間も早くなっていくじゃないですかそこは多分変わらないから何かがなくなるというよりは本当に求められるものがすごい変わってくるから。 でそれを使える人と使えない人のギャップがものすごい出てくるのでだから格差がより広がっていくからそこのできない人たちをどう救っていくのかっていうのも多分大事になってくるでしょうとでグローバルのところでもあのこうプログラミングの世界じゃなくなってきてどんどんこう人間社会の根幹に入ってくるじゃないですかプログラミングを頑張っていいプログラムを作るとかって時代はもう終わっていて。 いかにこう人間社会をどうやってこう形を変えていくかになると世界の文化とか人種とかをどう理解していくかってものすごい大事だなって気がしていてで日本社会もちょっと正確なデータを覚えてないんですけど今人口推計で8000万ぐらいまでに減っていく中で何気にこれ15%ぐらい外国人入れてるんですよね住む前提になってるそのどんどんダイバーシティが進んでいく中でそこを理解できてる人が多分どんどんリーダーシップ取れていくし成功していくので もう言語は多分あんまり関係なくなってきてどちらかというとその文化とか宗教とかあのライフスタイルみたいなものとかこういったものをいかにこう幅広く経験して理解をしていくのかっていうのがものすごい多分大事な社会になっていくんじゃないかなってて気はしてますね生成 AI でよく日本の勝ち筋はとか聞かれるんですけどなんか聞かれてるうちにだんだんよく分かんなくなって <laughs>、はいあ,のえ、まあ例えばです、ね、日本で生成 AI のスタートアップ作るじゃないですか。 でこれ強くしようと思うと当然、外国人入れた方がいいわけですよ、そ<う>そのね、オープン AI でやってた人とか Google ブレインでやってた人とか、うん、でそうするとどんどんこの多国籍になっていくんですよね、でそうするとななんかそれってじゃあなんで日本でやってんだっけってなって、うん、あの別にサンフランシスコでいいじゃんってな,<う>なるとそもそもに日本のっていう話で始まったはずがなんか追求していくとだんだん日本が関係なくなるみたいな。そうですね なんかそこがすごく難しであのこの前議論してたら結局だからそれって日本,日本人ってなんだみたいな話になって、はい、日本に友達が多いってことと日本の料理が美味しいっていうから日本に住みたいっていうそのぐらいしかないんじゃないかみたいなですね。はい なんか感じになってきてですね、うん、いやなんか難しいですよねそうなんですよでそこのだからグローバルなハンドリングができるリーダーシップを持てるような日本人に多分ならないとそうなんですよそれで生成 AI の場合、まあ、今までの技術でもですねグローバルとローカルっていうのがあってグローバル例えば Google ってですね、まあ、ほぼ全世界でシェア取ってるんですよねでこれはやっぱり検索の技術特にそのデータセンターが規模の経済がき効くので、まあ、そこであの、えー、技術開発するとローカライズしてもまあまあ あのいけるとでところが e コマースとかだとこれあんまり、まあ、ローカルにも結構あってでそれって商習慣とか違うしまあ医薬品とかそういうのに関してやっぱ法律も違うからローカルに聞きやすいとで、まあ、あの弁護士とかそういうなんか教育とかもかなりローカルが強いんですよねところがジェネレーティブ a i だと相当グローバルな方に力関係よるんですよ。今までででローカライズができててたあの産業っていうのも相当ですね あのグローバルにの方に力がよるからローカライズの産業っていうのが多分かなり小さくなるんですよねと僕は思っててで,でそうするとやっぱり日本からそういうグローバルにあの通用するやつを、まあ、ニッチな領域でも何か出していかないと多分今までみたいにやっていけないんじゃないかっていう感じはしますね。 未知な領領域域っっっててて具体的に例えば松尾先生注目されてらっしゃる領域とかってあるんですかいろいろ立ち上がるんですけどあのまあなん、まあ、な何でもいいんですけど例えば人事 AI みたいなやつって僕絶対できると思ってて今までわりとその人事って会社でやってたし、まあ、HR テックみたいなのありましたけどあれやっぱりそのなんていうか人と話すっていう一番基本のところが人に任せるしかないから。うん まあ、あのマッチングととかかか限られたたことしでできなかったんですねだけどその人事例えば人事面談とか評価とか目標の設定とかそういうそのモチベーションを上げるとかですね、まあ、そういうことをもっともっとこの生成 AI でできるようになってくるとそういった人事 AI ができてそこって多分ねグローバルになんかこうなんかどっか取るんですよ。はい、で、えー、そういう領域とかですね、まあ、法律とか医療もそうだと思うんですけど。 っていう中で、例えば医療って日本だけで今44兆円お金使ってんで、結構大きなマーケットで、そこを取れるとアジア圏とか全部取れる可能性があってとかですね。なんかそういう感じです、ね、ありがとうございます。今なんかさモチベーションを上げるっていうのも AI にと含まれるっていうところで、なんかこう人間のリーダーにしかできないところなのかななんていうふうに思ったところであるんですけども、あそこは組み合わせてってことですね。AI と。 人間のリーダーと<や>。とと全然できますよね。うん、モチベーション上げるとかも、多分全然。できるしきる、うん、なんか詰める、こう、こう言ってたけど、これできてないじゃんとか、詰めるのも多分。詰めるもできる。<laughs> A. I. に詰められるっていう。う <laughs> はい多分。で、いろいろできちゃう,すう。なるほど、なるほど。な、はい、さ、前、さっき増田さんおっしゃられてた。やっぱり、その、いろんな文化を理解して、その機微ですよね。人間の、その心の機微を理解するっていうところ。っていうのは、やっぱり、こう、重要性上がっていくでしょうね。 話を伺っているとうーんカレンさんはいかがですかどういったリーダーシップはご自身が本当にリーダーで いらっしゃる中で今お話ししたみたいにダイバーシティにインクルージョンは本当にもう必須になってくるしマイノリティとかニッチっていうところに気づいてそこに光は出られるかっていうところがますます重要になってくると思うんですねでそのダイバーシティ人材っていう点で言えば多分このフロアの中にも海外での経験ある方多いと思うんだけどもまあ よくぞ日本に戻ってきてくれましたっていう人材もいると思うんですで多くはもうはっ,っきりいやあんなコンサーバティブな国にはもう戻れないって思って戻ってきてない人たちいるので、まあ、その地域や国に住み続けてくれてで今のこうデジタルの基盤を使って一緒に仕事をするっていうのはもちろんありなんだけど、まあ、一種の頭脳流出が起きてるっていう危機感は私は持ってます。あの 結構同級生が帰ってきてきないので,んなのであみんなが戻りたいなと思った時に戻れる国でないとまずいなって、うん、いうのは思います、ねはい、先ほど松尾先生言ってらっしゃったそのご飯がおいしいっていうそういった、ね、ところはあるのでそれだけじゃなくて制度面でもねご飯んおいしいだけでね <laughs> あそか遊,ぶ遊ぶだけじゃなくて住んでほしいってなるとっていうところですね。はい さあそしてラストを伺っていきたいんですがあの今皆さんが一番ワクワクしてらっしゃること何かこれからどんな人生していかれたいかというところをお伺いしてから、えー、質問コーナーに移らせていただきたいと思いますはいどうでしょう今ワクワクしてますかどうですか <laughs> はい。じゃあ山下さんから目があったので はい、ワクワクしてること、これからどんな人生にしたいか含めです。なやったことないことやってみたいのはあって、この間の自転車の台湾回るのももう二度とやらないですけど、はい、そう。何ですか、もう四十一度ぐらいまで上がってる。暑いし、百キロ以上走るんで、はい、そう。でも走った分量食ってるから痩せないっていうなんですけどね。まあそんなかやったことないことどんどんいろいろやってみたいっていうのはもういろいろなんでワクワクするんですが、最近ちょっと真面目な話をすると、えっと大企業と スタートアップがどうあの絡むかっていうのは結構、どんどん面白くなってきていてで僕、今回あの初めて大企業に入ってるんですよあの銀,行銀行にあの社外取りで入ったりとか銀行やってますよねあそうですね、すはい、去年から僕も今度大きな信託銀行三井住友信託銀行の,あの社外取りになったりとか後ろ、はい、電機っていうこれもスタートアップ元スタートアップですが、まあ、もう今、数千億2000億くらいあるので。 あのスタートアップではない製造業ですけど全く違う世界で僕あの就職したこともなければアルバイトしたこともないので初めての就職に近いんですけどあまりにもやっぱりシステムも違うけどすごいよくもできてるんですよねで結構スタートアップの方からすると大企業を下手するとこうばかにしたりとかあいつら分かってねえみたいな考え方を持っちゃう人も多いんですけどあの金とボリュームはとことん持ってるんですよでそれだけなんか トップを全部入れ替えても会社が回ってっちゃうぐらい人の個性がない部分もあるかもしれないけどあのそれでも回るぐらい仕組みがよくできていてで日本社会のほとんどの金はそこにあるんですよ、でかいものは。そこをどううまく使うかっていうのはものすごいチャンスがあるなと思っていてで彼らもだんだん自分たちでやれないことに気づき始めていてだからこそそのボードなんかもダイバーシーで最近、女性だけじゃなくて我々みたいな若手 まあここだともう僕若手じゃないんですけど社会的にはまあ一応若手の部類に入ってそこをうまく使ってつないでもらおうっていう感じになってきてるんですよね。とい,はいそういうつなぎが生まれてくるとあのスタートアップが今やってた数億円とか数十億円のビジネスがいきなり向こうに行くと数千億とか数兆円みたいなものの大田で動いてるのでこの間もあのその会議で今300兆あるのを800兆にしたいんだよみたいな話になっててでこういうことが平気であるんですよね。 ここをどううまくつないでいくかみたいなことはちょっとまだあのどうしたらいいかって明確なものはないんですけどあの両方に足を突っ込んでる身としてはいろいろワクワクしながら取り組んだりはしてたりしますんで皆さんもぜひどんどんいろいろ絡んでもらえるといいかなと思いますしうまく本当に大企業もスタートアップをいい意味で使うべきだしスタートアップも大企業をいい意味で本当に使った方がいいので。 あの言語がだいぶ違うんでねこのトランスレーション大変なんですけど、うん、そこはもう僕らもお手伝いしますんでどんどんつながっていくといいかなとアンダーー40のメンバーでいろいろできそうなこともありそうであ、ね、ると思いますよ。彼らもそれ探してて全く接点ないんでここに来たら相当浮きますからね、うん、彼ら。でも、来たくても来れないし、うん、来て,て何したらいいかも分からないのでそういうとどころをうまくつないでいきたいなとはい、ね。なるほど、はい、ありがとうございます カレンさんいかがでしょうこの間、自民党で女性議員増やすっていう宣言をしたんですね、これから10年で30%までに伸ばしますとで、その宣言の効果かどうかわからないんだけどこの1か月間で、実は議員になろうと思ってますっていう女性が3人来た。でいやこんんんななにいるののかとなのでだんだん ビジブルなな存在にっってきててきいると思ってますあの私は彼女たちをもう勝手に妹たちと思っていますがもともと潜在的には存在してたけれども今までだいぶメディアも含めてあの日本に女性の政治家が少ないのはなりたいと思っている人がいないからだという過程に立ちすぎてたと思うんですいい、えー、いっぱいいます。 だって1ヶ月に3人声かけられてるのでまだまだあると思いますしもしこの会場にいたら後でメールください <laughs> なのでそういうこう存在感が今表面化されてきたことはすごくワクワクしていますなるほどありがとうございますそして松尾先生いかがでしょうか、はい、そうですねワクワクすることすごいたくさんあってなんかもうこの 今の時代、もう本当にチャンスばっかりというか、ですねやったらいいことばっかりなので、はい、もう全然手が回らないというか、ですねそんな、えー、えー、そう,そうそう、そんな感じです、ええー、そうそう、もう本当に寝るのもったいないぐらいの、あのやったらいいことだらけだなと思ってます。で、えー、っとそれはいいとして、ただ、やっぱりですね、なんかまあ5年、10年って考えたときに、まあ、 めちゃくちゃ大きな変化が多分起こると思ってまして、はい、あのまあ何て言うんですかねあのそこら辺があの僕はすごく面白いというかまあ AI とかですねあと脳の話ですねでここら辺がですね多分相当あの変わってくるしまあ人間とは何かとかみたいな話も大事になってくるし社会システム全体がどうあるべきかとか。 その中でテクノロジーもめっちゃ急速に進んでくるしっていうですね多分そんな感じになってくるのですごい面白い時代だと思いますけど、まあ、ど,うどう動くかっていうのもめちゃくちゃ大変でという感じですね、はい、体が足りないっていうことでそうですねあのいや5年10年10見るとですね。うん まあだかからなんか目の前にいっぱい面白くなるんだこれもどやったらいいことたくさんあるんですよ。それはいいとして5年、10年で見たときにどういうふうなことをやってればいいのかっていうどこの領域に行ってどういうことをやってればいいのかっていうのはですね結構、むずいというかですねあのという気がしててそこら辺がわくわくというか大変大変だなというかちゃんと考えなきゃなっていうななるほどなるほほどどありがとうございます。 さあそれでは Q&A のコーナーに行きたいと思います。皆さんご質問ある方、はい。ではこれはえっと何人何名かずつ三名ずつですね。はい。じゃあえっとまずお願いします。赤子さんとゆいとさんとあとはそちらのはいお願いします。あ徳田と言います。あの AI を利用するとなんか少ない量労力でなんかより多くの社会問題を解決できる可能性があるのかなという気がしていて。 例えばローカルの社会問題の解決も実はグローバルにデータを取った方が解決しやすいのかなとその中で、先ほどのグローバルなチーム編成という意味合いをちょっと取り違えているかもしれないんですけど日本のすごく小さな社会問題を解決したいときにすごいグローバルなチーム編成があって、まあ、逆スケールみたいな小さい問題のためにすごい大きなスケールの人たちが集まっていろんなところが解決されるような未来が来るのかなというのその理解は合っているでしょうか。 ありがとうございます。あの松本先生、マッキンゼの山田です。<laughs> <laughs> 松尾先生、ぜひお会いあの2015年頃にいろいろと東大内で大変だったっていう時のエピソードをあのご共有いただいててあのいろんなまあ出る杭はみたいなところでやっていたときにちょっと具体的にどういうふうにその時誰に話してどういうふうに乗り切っていったかっていうところぜひあのお伺いしたいなと思っておりましたよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。 遊びの野々松ですありがとうございました、えっと、真下さんにお伺いしたいんですが、えっとまあ、大きなこう主,主力事業をやめるとか大きな転換をされてきていると思うんですが実際、そうやめるタイミングとか大きな転換をするタイミングでこう組織とかチームをどう率いていくかみたいなところです、ね、あの、まあ、既存でやっていることが全く変わってしまうメンバーも多くいると思うんですがそういったところで組織をどう率いていっているのかっていうのをお伺いしたいです。はい じゃあ一旦ありがとうございます。若子さんの質問は松尾先生に、はい。じゃあよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。えー、っと最初のご質問で、あの社会問題グローバルにということですけど、あのえー、っとですね、おっしゃる通りで、多分日本の中の社会問題だけじゃなくて、世界のいろんな社会問題を解くようなグローバルなチームっていうのが多分できるんだと思います。で、これ結局何を意味しているかというと、あの日本の中の ある社会問題は非常に特殊なように見えても世界の中での別の社会問題も結構似てるってことなんですよね。だから全世界で捉えた方があの、えーとえー、似てるものがいっぱいあるから解決策もあのより洗練されてくると。でそそれれをデータで捉えらるるようになるとそそこになとこ えー、スケーラビリティが効きやすくなってくるっていうそ,そんな感じだと思いますからおっしゃる通りで小さいチームでグローバルな社会問題を解くように変わってくるんじゃないかと思います、はい、ありがとうございますであの山田君のやつですけどもえっ、ー、ですねあのど,どういうふうに、まあ、あの乗り越えたかっていうと、まあ、やっぱりですね苦,苦しい時ってあの 応援してくれるる人がちょっといるんで,すよ、ね、であのまあそういう人ほど、まあ、苦しい時ほど本当に味方が誰か分かるって言いますけど、まあ、そ,そんな感じであのその時に、まあ、そういうふうに相談できた人応援してくれた人っていうのは今でも本当に一番信頼できる人ですしあの僕の場合はやっぱり大学の中じゃなくて大学の外にやっぱり強烈に応援してくれる人が何人かいて。 そういう人のおかげで、いや、やってること正しいんだよって、ずっと言ってくれたので。あの、まあ、乗り越えられたっていうのはあると思います。ただ、まあ、そういう意味では、本当に。そういう苦しかった時の、あの、見方っていうの、まあ、ね、大切に。あの、していきたいなというふうに思いますね。はい。はい、ありがとうございます。山下さん。はい。<の>さっきの。ね、撤退のタイミング,のミング。あの、時間をかけ。 るんですよねどちらかというとそのコアのメンバーには本当に分かってもらわなきゃいけないからそこは最初から話すんですけど全体に話しても絶対理解してくれないので決めて動き始めてあの多分本当半年とか1年ぐらいいろんなことをちょっとずつ進めていく中で気づいたらそっちの方が良さそうだよねっていう雰囲気に持っていくしかないかなと思っていてだから受託やめた時も最初受託をやりながらこれを止めずに全く。 別会社化してそっちをどんどん進めながらある程度、形が固まってきた時に一気に切り替えたりとかそのウェブ会議止めたのも止めるという宣言はしてないんですよね、その時には。ただ、あの気づいたら Zoom と交渉して Zoom の販売を始めてたりとかちょっとずつ形を変えていくうちにあれ、これって確かに僕らこのままこれ続けたら辛いんじゃないのってみんなの納得感が作れるような時間をかけてるっていうのは結構あるかなと思いますね。 だけど気になる人たちは当然分かってもらわなきゃいけないので、そこはとことん多分話すしかないのと、あとは日頃の信頼関係になるかなって気はしています。はい、ありがとうございます。では続いての人お願いします。ノバルカの浜野です。 えとご質問はです、ね、失われた30年をどうブレイクするかというところのキーファクターをもし可能なればご参加のそれぞれの意見を聞きたいなと思っておりまして我々世代失われた30年はど真ん中で生きていますので今後、再成長の30年に我々世代でしていかなきゃいけないかなと思いますのでその応援メッセージも含めてお聞かせいただけたらと思います。 あ戸田,市の横田と申しますあお三方ともまあリーダーとして活躍されている中でとはいえ時間は有限なので24時間365日できること限りあるかなと思うんですがそういう中でまあご自身と同じ景色というかビジョンを持って動く人たちを増やしていくためにこういうことを意識されているということがあれば教えていただけますでしょうか。はいえー、エネンジの木口でですす先生にお伺いいしたいんですけれども えー、まさにこの AI が出てきてなんかまたアメリカに負けて日本やべえなと思ってたらですねなんか意外とソフトバンク松尾さんというこの2人がです、ねそまあ、あの世界の AI のトップにいるんじゃないかというところで意外と日本これ AI ワンチャンあるんじゃないかなというふうに、えー、実は大変期待していますなのであのぜひ松尾先生にです、ね、あのソフトバンクとしての,あの、まあ、言えないこともあると思うんですけどもあのその視点もぜひ教えてもらいたいなと思っております。 はい、いありがとうございますじゃあ1回この3方でということで最初のご質問の答えは皆さんに向けてですねはいはいじゃあカレンさんからお願いしてもよろしいでしょうかま再成長の30年もうキープレーヤーの世代交代かなっていう気はしていますあのジェネレーショントランスフォーメーションという意味での GX というキーフレーズも 使うようよにしてるんですけれどもやっぱり、まあ、先ほど大企業とベンチャーの間の架け橋の話もあったけれどもやっぱり大企業の CEO とか社長さんたちの平均年齢60代超えて63とか。 だからそこから思い切ってやっぱり若返りをするんだという意識を持たないといけないと思いますこれはあの政治の現場もそうで G7 で集まってきているリーダーの中になって40代何人も存在しているっていう時代になってきていることをやっぱり日本も、まあ、長寿国家ではあるけれど人生100年時代ではあるけれども私たちの方に意思決定を グッと引き寄せるっていうパワーは必要なんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。マスターさんお願いします。はい、全く一緒で、やっぱその人間あの年齢ダイバーシティーみたいなところとか、あの本当になんでしょう、こう今まで成功体験戦後の成功体験を引きずってきたところからもう変わらなきゃいけない。今の世代の方も分かってるけどなかなか変えられない。そこに今あの若手も使う。変わるってのは難しいんですけど。 こう年齢に大伐しが出てくるっていうのはすごい大事だなと思っていてで年配の方も大事だし本当に20代若い人たちもすごい大事この組み合わせをやる社会にもなり始めているのですごい可能性を感じてはいます政治が変わると本当にもっと、ね、変わるしその動き出てきてますよねそこでいい例だと思うんですけどそれが出てきて楽しみだなと思っていますあとは本当にグローバルの視点を持てる人がどれだけ増えるのかってところかなと思っていて でなかなか今どう、どうしても内向きになり始めてしまっているのがまたあるんですけれどもここをどうわれわれの世代だったりもっと次の世代が世界を見ていけるのかというのはものすごいあの大きなポイントかなと思っていいまますす、はい、ありがとうございます松尾先生、いかがでしょうかそうですね、あのえー、っとですね多分これから、えーまあ、日本もあのなんていうか。 変化を起こさなきゃっていう人がどんどん増えてきてあの危機感もどんどん高まっているので変化が起こっていくと思うんですね。でその時に変化の起こし方っていうのをもうちょっとなんか共有したり体系化したらいいんじゃないかなと思ってまして割とですねパターン化できる気がしてるんですねっていうかまあ難しい問題もあるんですけどそれでそういうふうにまあ、えっと、ポ,ポイントは1か所から押してもしょうがない。 っていうことなんですで複数箇所から同時に押さないと動かないっていうことが結構あってそれをどういうふうに複数箇所から押すかそれを産業界とか政治とかまあアカデミアとかそれもいろんなプレイヤーがいて、えー、いろんなその要するにあの利益の構造だったりま慣、あ、習だったりがあるわけですよね。っていうのをあのうまく崩していくと結局そういう方向に変化が 動けばみんな得するわけなんだけどそういうふうになってないということなんですそういう変化を起こす、まあまあ、研究会っていうかですねなんか僕、そういうのをや,<ー>や,やって、はい、えちゃんとノウハウを共有していったり体系化、累計化していくっていうのが大事なんじゃないかなと、ね、変化を起こす研究会って面白そうですね、うん、なんかそう上野山さんともちょっとそういうふいい、ね、はい、はい、やりましょう、ぜひちょっと g 1の、ね、メンバーでもできたら面白そうですね。 はいいありがとうございますそして続いていただいたご質問え同じビジョンの仲間を増やしていくにはどうすればいいかというご質問だったかと思いますがいかかがでしょうか、はい、手法という点でいうといろいろな方法あると思うんですけども、まあ、意思決定プロセスの最終段階にあると結構1枚紙で上がってきちゃうとかあのパーポのスライド数枚で来ちゃうみたいなことがあると思うんだけど。 その手前のプロセスを共有した方がいいのかなと思っていてあの私は割とブレストの時間大事にしたいなっていうのはあのいろんな人とを共有したい人たちには言ってきたつもりですそれからできれば一枚紙で欲しいタイプのリーダーもいるかもしれないけどおちゃんとしたあ文章とか。 えー、みんなで書き込んだものとか、まあ、みんなで共有するホワイトボードとかあのそういうところで、えー、ちゃんと語り合わないと一枚ペラだとビジョン共有できないかなっていうのは私は思ってきたのでそのプロセスを、うん、積み重ねたいなっていうのは意識してきたこととですすねなるほどありがとうございます増田さん、いかがでしょう。 何かなと思ってたんですけど合宿とか, <laughs> <ー>なんか一緒に時間を過ごして何か一緒の体験をしてあのとことん話すとかとことん何かこう一緒に体験するってものすごいビジョン共有するには簡単ですよねまさに G1&40 の合宿このまま合宿じゃないですか古典的だけどものすごい効果があるなと思っていてあと本当にどっかの現場に一緒に行くみたいなものとかその世界を一緒に見に行くみたいなことなんかも。 すごい古典的だけど大事なのかなって気はします。うん、はい。はい。ありがとうございます。松尾先生いかがでしょうか。僕はこれめちゃくちゃ苦手なんで、あのなんかあんま僕に聞かないでくださいっていう感じで、あの松尾県の中でもそうなんかですね。僕が考えてることがわからないってみんなに言われるんです。<laughs> <laughs> であのそうで説明するんだけどなんか説明したじゃんってこの前言ったじゃんとか思うんですね。はい。であのなんかでも かんないみたいででそれであのなんかでそのまあちょっと次の質問とも関係しますが僕はあのソフトバンクグループの社外取りやってて、まあ、孫さんともまあ定期的にお会いする機会あるんですけどやっぱり孫さんって、まあ、しゃべらないリーダーはでないよねとかって言うんですねだからやっぱりですごく何度も同じことをしゃ,しゃべってくれますしそれを取締役でも、まあ、社員でも あのいろんなメンバーにすごくあの同じことを何度もちゃんとしゃべると、あれを見てるとやっぱりですねあの分かんないなと思わずに、あのちゃんとしゃべらないといけないなと思ってるんですけど、なかなかできないっていう、そ,そ,そんな感じです、はい、あと、あれですよね、誰かそこにインタープリターがいると違いますよね。 本当にうまく普及してくれる人、咀嚼して説明してくれる人、こいつおかしくなるとまずいんですけど、でもなんかこう、つないでくれる人って、そういう人をね、どこで見つければ、どうやって見つけるんだろうっていうところもありますよね自然発生的に組織ができてきたら生まれてきません、そういう役割の人って、そういう人がちゃんと伝えてくれると、だいぶ変わりますよね。なるほど、なるほど、研究室の中にもきっとそういう方がいらっしゃるってことですね。っていうことかなと。はい、ありがとうございます。 では続いて、まだお時間ありますのでじゃあ高橋さんと小林さんと多分、あれ、うん、あれですね、菊地君にちょっとお答えすると、はい、えーっとおっしゃる通り、僕、結構ですね、日本はアンちゃんがあるというか、あの、えー、なんかやりようによっては、今回、あのその、まあののそまちゃんと経済成長につなげられる可能性もあると思ってます。であの そういうのを本当に AI 戦略会議でちゃんとやっていきたいなと思ってるんですけど、えー、とそのソフトバンクっていう観点で、まあ、ちょっと言えないことが多いんですがあのやっぱりあのソフトバンクグループっていう会社は本当にグローバルな目線でしか物事を捉えてないのでこういうグローバルな中で生成 AI をどういうふうに自分たちの事業に結びつけていくかっていうのを、まあ、か考えている。であのうん そういう意味では非常に大きな視点で考えてますしこの前の株主総会とかでもたびたびありますけどアームを持っているんですよね、アームの事業っていうのが今後、非常に重要になってくるはずでそういうところで日本の勝ち筋っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思ってますねはい以上です、はい、ありがとうございますではは質問の次、はい あのライルの高橋です昨晩ありがとうございましたさんあのー、お三方はまさに今、日本の将来を良くしていくということに取り組んでいる真、まあ、最中だと思うんですけれども、その今もし仮に U−40 に戻るとしたら、どんなムーブを仕込んでおけばよかったのかっていうふうに思うことがもしあれば、ぜひ教えていただきたくて、まあ、僕ら、多分自分たちなりにストラグルしていろいろやってるんですけれども、将来振り返ったときに、あこれやっとけばよかったって、やっぱ後悔したくないっていうのが。 ありますので、もしあのそういった知見があれば教えていただければ嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。小林さん。あのえちーラボの小林と申します。あの三肩の話の中で、まああらゆるチームがグローバル化していくっていうことと、金さんのあの頭脳関頭脳流出管理の話だっ,ったと思うんですけど、日本がやっぱりすごいこの40年ぐらいうまくできなかったっていうのが海外に出た日本人がお互い助け合うみたいなところだと思うんですよね。やっぱりそこで情報を取れる人がいるとかなり 日本にも情報が入ってくるっていうのが韓国だとかインドみたいなそれこそ大学卒業した後に渡った人たちがマスターカードだとかああいうところの CEO になっているみたいな世界だとできていてこういったことを行っていくためにどういうことができるのかご意見がある方がいらっしゃればあのお話を伺いたいなといいいうふうに思まますすありがととございますあともう一方あ、はい、お願いします。あ NPO 法人、l g の渡辺勘コロンゴさやかと申しますあの。日本に来る難民の若者向けのキャリアの授業をやってるんですけど、まあ、彼らのポテンシャルを捉えて人材として採用し始める企業も日本で増えてきていてただあの AI みたいなこう急速な発明でぐっと変わるものでやばないなと思っている反対もあるし反発もあるし慎重法ももちろん言ってるところでやり方を間違えちゃならないなと思う分野でもある。そうういったとこころでこう 多様性って言ったら美しいけど、ここの子外国人とか。あの移民難民っていうところと、日本どう関わっていけるのかの政治的な。観点からと民間からの観点で、ちょっとあのお言葉いただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。では、まず最初、えー、今アンダーフォーティだったら、何を仕込んでおくべきか。というところですね。いかがでしょう。お答えになりたい方から。はい。じゃ、あ松尾先生ですかね。かいとはい。あの。 なんかですね、結局、まあ、僕も今になって思うのは結局です、ね、指数的に成長するものしか大きくならないっていうそういうことだと思って世の中にインパクトを与えるっていうのも結局指数だしあの指数っていうのは、まあ、要するになななんか前年のをもとにそれがあの何倍かになっていくっていうことなのでこれだから、まあ、スタートアップはもともとそういう性質を持ってるからインパクトを出しやすいんですよね。 でそれ以外のことも基本的に指数的に伸びていくってい構造を作れるかどうかその先にあのボトルネックが起こらないような道筋をちゃんと見,えてあの見据えておけるかとか,ななんかそ,そんなふうなな感じがします、はい、なるほどそれを基準に考えればいいんじゃないかと、はい、お二方は大丈夫ですか、はい、いや何ですしょうね特に後悔がないというかすごい楽しかったし50年ぐらいアンダーフォーティーいましたけど。 そこでとた仲間も大きいし何だろう、うん、もうちょっと飲むだけじゃなくて違うこともしとけばよかったかなって気がするけど <laughs> まあでも何でしょう、ね、本当仲間作りだと思ってるので特に後悔というかそのだろう今、ああしとけばよかったなっていうのは実はないんですよねすごい、多分この「アンタッコ」って言って満足度高いですよねセッション的にも多分セッションとか GI の中でもそれが表してるのかなって気がするんでごめんなさい、出てこないです、今。 ありがとうございますでも指数関数的に伸びるって、ね、やっぱ仲間作りって関係ありますから確かに本当に仲間とのつながり今あのキープしやすいプラットフォームもいっぱいあるのであの昔は本当にお手紙を出さなくちゃいけないみたいな状態よりは楽になってるけれどもやっぱり大学時代の恩師とかに30になっても40になっても助けられるみたいなことあるので。 あのそこはあのどこに自分のメンターがいるかわからないから大事にした方がいいっていうのは言えると思いますね。なるほど、ありがとうございます。さあそして小林さんからの質問、頭脳流出の話で、まあ海外で、ね、こう助け合っていくみたいなところに日本人がどうできていくかっていうところですね。何かご意見ありますか。<laughs> これこれですね。僕これ前から思っていることがあって。 日本人ですね、海外で活躍している日本人を呼び戻しすぎですねね、なんかです、ね、すぐ呼び戻しちゃうんですよ。でなんか、東大も例えばスタンフォードで活躍している教授の小島先生とか呼び,呼び戻しちゃうしなんかせっかく海外で活躍してるんだからもう呼び戻しちゃだめでむしろ日本人をそこに送んなきゃいけないんですよ。で、あのなんかまず呼び戻し禁止っていうのと。あの <laughs> だから海外であの活躍して,てるしてくれてることが日本のためだっていうのでお歳本とかお中元を国が送ったらいいと思うんですね。<laughs> なんかよく日本のために海外で頑張ってくれてますありがとうございますっていうのをなんかね本国からの僕のスタンフォードにいた時とか思ったのは本国こんなにねなんか前線で戦ってるのに本国からの支援が一切ない。っていう、ね <laughs> なんかすごい辛い感じがしてて、そういうねやったりだにマイナンバーカードも送んないですからね。<え>マイナンバーも送んないですから、ね。あ、そう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 ですよね。うん、だから結構ね、そう冷たい、ね。ええー、それをそのだからお送る代わりに、そう、それそれを送る聞いてます。すいません。えあとだから増田さんとかももうなんか呼んじゃダメですよ。シリコンあのシリコンバレーあのやってくんだぞ。そうそうスマホあの。<laughs> そうシンガポールにいるんだからかか帰ってくんなという <laughs> あのこういうところに出てちゃダメっていうですねやっぱそういうふうなあのだけど非常に感謝してるっていう,そう,そう,いう感じだと思うんですよ、ね、いう海外の日本人同士のつながりは結構ありますけどねそのネットワークとか状況なんか結構あるので助け合いはありますけどさっきおっしゃったのは日本とのつながりが弱いっていうど,どうなったいいでおっしゃったあそうでかあそうだ あのやっぱりキャリアを作っていく上での,その活躍する人を作るためでの米国内で人種内の助け合いとか引き上げ合いみたいなのって韓国、ユダヤ、インドすごい強い中でまだまだなんかすごい弱い気がしてるのとそういう人たちがあることによって日本との情報公用もできる、うん、この2つが重層出てってる量は少なすぎますよね,日本はね結局、韓国例えばうちの子今、アメリカの学校にいますけど高校の時は日本人は彼だけで。 えっと、韓国人は5倍いて中国人は2 3 0倍いるみたいな感じでしたからもう全然あの数が少なすぎちゃってあのそうならないですよねで結局、あとそっちのアメリカの大きい会社で上の方に行くには本当にまともにネイティブで向こうの環境にいないとどうしようもないからそういう人の数が少ない限りは絶対厳ししい気がしますよ日本から出てくる数を増やさないとどうしようもない気しますね。 数という意味ではもちろんその通りなので、うん、あるとするならばあ日系コミュニティみたいなの、うん、サンフランシスコもロスもあったりするりす、ね、もちろん,あんリトル東京はとてもリトルなんだけどロスでも <laughs> チャイナタウンとかに比べれば、ね、だけどそこはあん、まあ、言語としては日本語が失われてるかもしれないけど。 あのやはり気持ちとして日本とのつながりはあるから彼らは結構ブリッジとして機能してくださる人たちなのかなというのは期待してま最後、いただいたご質問ですね外国人の方であったり移民の方との関わりというところでいかがでしょうか。 まあ、もちろん難民の皆さんの受け入れっていうのは日本でも大きなトピックだと思うしあの私自身は儀礼のメンバーでもあるので今までのいろいろなまあウクライナの情勢それが他の国に適合するというふうに日本の皆さん社会全体として意識されているのかとかっていうところのディスカッションもここ1年したことがあります。あのやははり地域コミュニティの受け入れとととかっていうところとはあの 切り離してては議論できないなといいとうに思ってるけれどももう少しオープンマインドでありたいというのは個人的には思っています移民についてもこれはもう逃げきれない政策テーマだと思うのであのダイバーシティという点でもそうですしそれぞれ本当にポテンシャルのある方たちに日本が今度選ばれるかどうかというところにもう来ていると思うんですよね。はい、もうそれは ほ他の国の方がもちろんペイメントもいいしとかっていうのもあるかもしれないしだからもうちゃんとやらないと来なくなっちゃうよねというところこの10年で倍になってるんですよね日本に働く外国人の数って倍にはなっていて2%が4%になったこれでもだいぶ進歩はしてるんですけどこ,れこのスピード感だとおそらく相対的な日本の魅力度がどんどん下がっていってるのでなかなか厳しくなってるなって感じはすごい感じてますよね。 あと日本って宗教的にはものすごい多神教であまりこう宗教を排除する方向にないんですけど逆にあの皆さん、宗教を知らなすぎるので他の宗教をそれ知らない上にうまく付き合えてない人も多いような気はしていてシンガポールなんかにいると結局4つの宗教がもう国で決まっていたりとかあのその宗教を前提にやらないと全くオペレーション回らないのでその宗教の勉強をもっと日本はした方がいいんじゃないかなっていう今後。 その人口の中で外国人増えざるを得ないしあのまあ政治的には多分移民という言葉は使えないながらも徐々に増やしていくわけじゃないですか現に増やしていってるしこれからまあその15%ぐらいまで目指していくんであれば宗教教育もちゃんとやったほうがいいかなと食えないものに始まりねもう単純な話ですけど豚食えないとかいろいろあるじゃないですかああいったことも含めてああいう本当基礎的なものも含めその宗教の考え方とか。 そういうことをちゃんと理解するのはすごい大事かなときはしますね,すね。松尾先生何か,か。いやこれはあのすごい難しいのであのあんまりコメントないないですね。ねはいわかりました。<laughs> ありがとう。<laughs> <laughs> はい最後一問ぐらいもしかしたらさっき北川さん手を挙げてました、ね、はい。ありがとうございました。あの牧島さんがお話しされたようにあの次の世代が大事だという話で、まあ、皆さんがあの。 最近見られた方で、あのこの若手をぜひおしたいという方がいたら、ぜひバイネームで教えていただきたいなと思ってます。おおはい、バイネームでおしたい若手はい、北川さん。北川さん、<laughs> 北川さんですってやつ。<laughs> <laughs> はい、牧島さんいかがでしょうか。<laughs> バイネームね難しいのはさっきあの私これからあ、まあ、女性政治家増えていくと思うよとそのみんなをシスターフットで支えられるあお姉さんになれたいなぁと思ってるんですけどあの直近の妹はそこにいますあの向こう山にいます。<laughs> まさにさんの応援の,その会に去年、足を運ばせていただいたときにカレンさんが登壇されていてシスターフードをすごく感じて今日、ぜひ皆さんにお話しいただきたいなっていうそういう思いもありました、はい、シスターフード、ありがとうございます。で、さ、え、さ、ー、さんんんはは北川さんと <laughs> 北川川とととあとも,もししいいいらっゃす 山野ってやつがあのでも、彼もあの昨日唯一変なあ昨日じゃないかな <laughs> 経済同友会に最近入ってもらって <laughs> 今、委員長か、はい、委員長やってもらったりしてるんですけど正直、不毛なことも多いしあの時間の無駄なにスタートアップから見,たら見えることも多いんだけれどもそこで思い持ってこう,、ね、あのうまくつないでくれようとしてくれてるっていうのはすごいありがたいなとは。 思っています。はい。はい。はい、その通りです。<laughs> たまたまじゃないですよ、ね。前に座ると時が。たまたまじゃないです。はい、ありがとうございます。そして、松尾先生。いかがでしょう。これって、ここにいる人で言わないといけない。<laughs> あ、うん、そんなことないですよ。そんなことないですよ。はい、はい。あの、えっ、ー、と、松尾県初スタートアップだと、まあ、パーク社の上野山さんが。有名です。けど、はい、去年卒業されましたね。ね、えー、その下に。ずらずらいまして。はい エイシーズ、田村君、あかり、野呂君とかですね、うん、で最近はですね、えー、アーモンドって会社の伊藤君、この,この人、二十歳です、二十、はいはい、歳でもう起業してて、はいでディ、ディープレナー、ディ,ディ,ー,プディープ、えー、そっかね、<laughs> 難しい、ディープレナーのくんこの人、18歳<ー>っていう、どんどんこう<歳>若年化が進んでおりまして、めっちゃ優秀なやつがどんどん出てきます。 いや伊藤さん私、一度喋ったんですけどなんかもう営業部長みたいな貫禄ですごいもう大人、大人んか彼、灘高の3年の時に受,受験が暇すぎて、はい、松尾県の講義を取ってですねで、えーとえー、で講義を終了してしかも優秀生10人の優秀生に選ばれてすごいす、ね、その翌年4月にあの東大入りましたって言って。 あの挨拶に来たんですけど、<う>まあ入学した時には常に松戸県の講義受講済みっていうですね。もう単位取れてるみたいな、はいはい、す。はい、すごいですね。まあ、年齢関係ないですね。本当にはい、ありがとうございますということで、そろそろお時間になりました今日ご登壇いただきました3人の先輩方に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。